ホーム側緩やかな向かい風、現在2メーターほど、気温17度です。さあ、これよりはサンライズ Z 戦一般競争の第5レース、1号艇愛知の宇野弥生、2号艇三重の加藤綾、3号艇岡山の勝浦真帆、4号艇山口の野田彩香、5号艇岡山の福島陽子、6号艇福岡の上里琴音、以上のメンバーです。インに1号艇の宇野弥生が入ります。さあ、シリーズ4つ目の白星をかけて高枠からの戦い、2コースが2号艇の加藤綾、3日目は競り勝って白星を挙げました。しっかり予選突破も果たした今節。3コースに3号艇の勝浦真帆、1、2、3、ここまでがスローで、本番外枠も定番通り、4コース角4号艇の野田彩香、5コースに5号艇福島陽子、大外が6号艇上里琴音、今年5月にここ芦屋でデビュー新人の上里、外枠3人はここがラストバトルです。進入内から1番2番3番4番5番6番の並びスタートしました。サンライズ Z 戦の第5レース、1番と3番がスタート。1幕逃げる1号艇の宇野弥生、2号艇の加藤綾が指す、その間まくり差し、3号艇勝浦真帆、向こう正面逃げて1号艇宇野トップ。スタートは前提正常でした。先頭1号艇宇野弥生、2番手が2号艇加藤綾、追いかける4号艇野田彩香、2幕トップで1号艇宇野、2番手2号艇の加藤、その後ろ3番手に4号艇の野田です。体型が1番2番4番、レースは2周目に入りました。先頭1号艇宇野弥生、向こう正面2番手2号艇加藤綾、3番手4号艇の野田彩香、上位3艇は1番2番4番、その後ろ水が来ました。5号艇福島陽子、3号艇勝浦真帆、6号艇上里琴音となっています。2幕トップは1号艇宇野、2番手に2号艇加藤、3番手4号艇野田がちょっともたつきましたが、それでも3番手の位置は守っています。レースは最終周回です。陰線しっかりと押し切った1号艇の宇野弥生、最後のバックストレッチです。2番手が2号艇の加藤綾、そして3番手5号艇の福島が先取って、刺した4号艇の野田、4号艇の野田彩香が3番手を守った状態も、詰めているのが5号艇福島、さらには3号艇の勝浦で最終コーナー。前の2人、1号艇宇野弥生、2号艇加藤綾、さあ3番手4号艇の野田が回って、そのうち入る5号艇の福島、3番手は接戦。先頭1番五輪、2番五輪、4番5番の順で五輪、3番五輪、6番五輪、以上全艇五輪しました。